ハーレフ城は、ウェールズ北西部のグーイネズの都市ハーレフに位置する、城であり、ハーレック城とも記される。ハーレフは、美しい岩を意味する。1986年、カーナーボン城、ビューマリス城、コンビ城と共にグーイネズのエドワード一世の城郭と、史壁として、世界遺産に登録された。ハーレフ城は、アイリッシュ海付近の岩場の丘の上に築城された。 中世の山城であり、イギリス指定建造物一級に指定されている。ユネスコは、ハーレイフの城を、他の3カ所、ビューマリス、コンビ、カーナーボンにある城石とともに、ヨーロッパにおける13世紀後半から14世紀、初頭の軍事建築の最高の例の一つとみなし、世界遺産に位置づけている。要塞は、現地の石材で築かれ、 コンセントリック型の設計で特徴的なものとして、かつて上代や高位の来訪者のために一流の設備を備えたといわれる巨大なゲートハウスがある。海岸は当初現在よりもハーレフにずっと近くにあって、水路門並びに長い階段が上角から以前の沿岸へと下に伸び、包囲線の際に海より城に補給することができた。 北ウェールズにある他のエドワードの城の傾向に習い、ハーレフの建築様式は同時代のサボイア白国に見られたものと密接な関連があり、おそらくはサボア出身の主たる建築家であるマスター・ジェームズの影響による。エドワード一世が1282年から1289年にかけてウェールズに侵攻した際、ハーレフ城は8190ンドという他に比べて、 温当な費用で建設された。ついで数世紀にわたり、城はいくつかの戦争において重要な役目を果たした。1294から1295年に発生したマドック、アップサウェリンの反乱で包囲された際は、海上補給によって持ちこたえたが、1400年に発生したグリンドゥールの反乱の際には、1四百一年からのフランス艦隊による海上封鎖によって、 補給を絶たれ、1404年に落城している。その結果、1409年にイングランド軍によって奪還されるまで、グリンドゥールの居住地並びに残る、反乱の軍事本部となった。15世紀のバラ戦争の間には、ハーレフはランカスター派の支配下に7年間置かれたが、1468年にヨーク派の部隊を前に降伏を余儀なくされた。その包囲戦のことは、 ベン・オブ・ハーレフの歌に込められている。1642年のイングランド内戦の勃発後、城はチャールズ1世の国王派部隊のもとに置かれ、議会派軍に対する最後の取り出となり降伏する1647年まで持ちこたえた。21世紀、廃墟と化した城は、ウェールズ政府の歴史的環境事業であるカドにより、観光の名所として管理されている。 ハーレフ城の平面図ハーレフ城は、ハーレフ道具の一端にある高さ60メートルほどの丘の上に立つ、外角の内側に2棟の塔を備えた、ゲートハウスと4基の塔を備えた内角を持つ、コンセントリック型の城である。外角壁は低く構築されているが、外壁は当初、今日よりも、いくらか高いものであった。山城に建てられたため、敷地面積は、比較的小規模である。 立地において、東側以外は、急峻な崖に囲まれており、補給に難があるものの武力攻撃に対しては、堅牢な城であった。現在は、堆積によって海岸から800メートル離れているが、建設当時は、海とドュリド川の河口に面しており、牢城中は、崖側から海路による補給を受けた。ハーレフ城は、現地の海緑色の砂岩で構築されており、塔には、 大きな一定の角取資材が使用され、壁にはおそらく堀から取られた不揃いな資材が使われている。城の装飾的仕業に使用された、より柔らかな黄色の砂岩は、おそらく、バーマウスに近いエグリン修道院あたりから採石されたものであると言われる。海から見た14世紀初頭のハーレフ城現在は、外角より外側の防御施設の大半が失われている。 城郭の表口は東側の堀にある2機の教頭と最も重要なゲートハウスの間に石橋が渡されていたとされるが、今日、教頭の移行はわずかしかなく、木材の入場道がゲートハウスに至る橋に変わって設けられている。水路門には崖の下場まで降りていく127段の防御階段が見られる。13世紀には海が階段の近くにあって、 海による補給を可能にしていたが、今日の海は大きく交代し、その当初の状態における構成を思い描くのはかなり困難である。ゲートハウス正面に持ち送りの小型の塔がある。ゲートハウスは13世紀に盛んとなるトンブリジ様式とも呼ばれる衣装に倣い、その入り口に二棟の巨大な D 字型のガーホ塔がある。城内への通路は3つの落とし格子と少なくとも2つの 重い扉により防御されていた。ゲートハウスには2層の上層階があり、多様な部屋に分かれる。各階には内角を見下ろす3つの大きな窓があり、3階にはゲートハウスの側面に2つの付加された大窓があって、ゲートハウスには暖炉が備えられ、当初は突出した煙突があったとされる。これらの部屋の用途は、研究的議論の対象とされた。歴史家のアーノルド・テイラーは、 ゲートハウスの2階は、上代が居住施設として使用し、3階は上位の来訪者に使用されたと唱えたが、続くジェレミー・アッシュビーが、この解釈にことを唱え、行為の宿泊設備はそこでなく内閣の中であったとして、ゲートハウスは他の目的に使用されたものとしている。ゲートハウスと城壁に囲まれた内閣内閣は4基の大きな円形の塔により、守られている。 時代とともに、これらの塔は多様な故障を得た。1343年に、北東から時計回りに、監獄の塔、庭園の塔、風見取りの塔、礼拝堂の塔と呼ばれていたが、1564年には、それぞれ、ディターズ、モーティマー、ブロンウェン、アーマラーの塔という新しい名が付けられていた。監獄の塔にはダンジョンが組み込まれ、ルシャペルトゥールには16世紀に、 大砲の仕事場などがあったとも言われる。これら四隅の塔の中心を結んだ内閣の大きさは、およそ東面60メートル、西面42メートル、南、北面それぞれ43メートルとなる。礼拝堂、台所、国葬、大広間など、一連の建築物の多くが内閣のうちに建てられた。狭間橋壁は、当初コンビと同様のやり方で三つの小戦闘の、 装飾を施していたとも考えられるが、現代にこれらの遺構はほとんどない。ハーレフの建築様式は同じ時代のサルデーニャ王国において発見されたものと密接なつながりを持つ。これらには扉の半円形アーチ、窓の様式、持ち送り式の塔、腕木の足場の組み穴の位置などがあり、大抵はサボワの建築家マスター・ジェームズの影響によるものとされる。 ハーレフとサボアの間の因果関係は単純ではないが、当該のサボアの構造物は、例えばジェームズがこの地方を去った後に建てられたといった場合もある。建築上の細部の類似点は、それゆえ、ハーレフの事業において、サボアの職人、技士が果たした広範な役割によるものであったと考えられる。ウェールズの神話において、北ウェールズのハーレフ城のある場所は、 マビノギオンのシールの娘、ブランウェンに描かれたウェールズの王女ブランウェンの伝説を想起させるが、そこに当初のウェールズの要塞が築かれていたとする証拠はない。イングランド王とウェールズの君主は1070年代以来、北ウェールズの支配権を争い、13世紀には紛争が再発し、イングランド王エドワード一世は1282年の 地世のうちに二度目の北ウェールズへの侵入を引き起こした。エドワード一世は大軍でもって侵攻し、カーマーゼンから北に、モンゴメリー及びチェスターから西に侵軍した。イングランド軍は、コンウィの谷を下ってドルイゼラン及びカステルワベレを通過して、ハーレフに至り、オッド・ド・グランドソンは5月、不評560人と共に占有した。 ハーレフ城の城壁と遠藤エドワード一世は1282年の軍事行動に続いて北ウェールズ各地に建設した7カ所のうちの一つであるハーレフに城の建設を命じた。1283年に第二次ウェールズ遠征の拠点として建設を開始し7年後に完成した。初期段階の賃金が5月中頃に届くと、 大工や石膏十五人が六月から七月に派遣され作業を開始した。二百八十三年の冬には攻撃の事態に城を防御できるよう、まず内壁の約四点五メートルが構築され、そして小規模な計画された町が城と並行して置かれた。二百八十五年にはジョン・ド・ボンビラールが城守に任命され、その後二百八十七年に亡くなると、 妻アグネスが1290年までその任務を果たした。建設はサボワの建築家で軍事技術者であったマスター・ジェームズの葬式の下で続けられていた。1286年、建設最盛期の労働者は一般作業者546人、採石府115人、タイヤ校30人、大工22人、石膏227人からなり、 事業は1月におよそ240ポンドかかった。城は1289年末に一通り完成した。費用はだいたい8190ポンドを要しており、エドワードが1277年から1304年にかけてウェールズの築城に費やした8万ポンドの約10%に当たる。ハーレフは36人の中屯隊で設立された。城守。 クロスボウのいて10人、チャプレン、タンヤコー、ダイク、石膏など30人、そして設計に当たったマスター・ジェームズが1290から1293年に、見返りとして、ジョー・マモルとなって3年間この城で過ごしている。1294年に、マドック、アップサ・サウェイリンが、ウェールズ全域で急速に展開された、イングランド支配に対する反乱を開始した。 イングランドが掌握していた街のいくつかが破壊され、ハーレフはクリックケース城やアベリストーイス城と同じくその冬に包囲された。これに新たな補給物資がアイルランドから回路で送られ、ハーレフの水路門により到着すると、続いて反乱は制圧された。1295年、反乱のすぐ後に海に降りる経路周辺に追加の防備が築かれた。 ディスペンサー戦争に次ぐ1323から1324年には、さらなる取り組みがなされ、エドワード2世は、辺境漁師モーティマー家よりこの一帯を脅かされた、ことで、保安官グリフィズスロイドに、不可的な塔を備えた、ゲートハウスまで、防御の拡張を命じている。1283年の着工以来、建設に要した、総費用はおよそ9500ポンドとされる。 1610年に描かれたハーレフ・ハーレフを描いたジョン・スピードによるウェールズの地図の一辺1400年9月、オワイングリンドゥールの率いるイングランド支配に対する反乱が発生した。1403年までハーレフなどほんの一握りの城塞がなお反乱軍に抵抗していたが、城は包囲攻撃に耐えるための装備が不十分で勝つ要因不足であり、駐屯隊には 縦3枚、兜ぶと8等、槍6本、手袋10組、それ十4丁しかなかった。1404年、白はグリンドゥールのものになった。ハーレフは4年間、グリンドゥールの居住地、一家の住居並びに軍事司令部となった。グリンドゥールは1405年8月にハーレフで第二次議会を開いた。1408年、イングランド軍は、 将来のヘンリー5世の指揮の下、ハーレフとその指揮官、エドマンド・モーティマーを包囲して、大砲による砲撃を観行し、外壁の南、東の一部を破壊したとみられる。この白鳥が不成功となったヘンリーは包囲攻撃の責任者に、ジョン・タルボットを残し、アベリスト・ウィス・ジョーの対処に移行した。物資がいよいよ不足し、またモーティマー並びにその部下の多くが極度の疲労で、亡くなると、 ハーレフは1409年2月に落城した。15世紀に、ハーレフは、ランカスター家とヨーク家の対抗派閥の間で、勃発したバラ戦争として知られる一連の内戦に巻き込まれた。1460年、ノーサンプトンの戦いのすぐ後、王妃マーガレットは城に逃れ、そうして1461から1468年には、ウェールズの反抗拠点となり、 城はマーガレットのランカスター支持派によりダフィット・アプイアンの指揮の下、ヨーク町のエドワード4世に対抗して保守されていた。その自然の防御及び海による補給路のおかげでハーレフは持ちこたえると同時に他の要塞地が陥落するにつれついにはランカスター派の支配下にある最後の主要拠点となった。城は地方一の軍事基地になり1464年に 作戦が立案されると、1466年にリチャード・タンス・ストールがハーレフからの攻撃を開始し、1468年にはジャスパー・チューダーがフランスの援軍と共に上陸するとデンビーの街を襲撃した。チューダーの登場により、エドワード4世はウィリアム・ハーバートに多分総勢1万人もの軍隊を動員して、ついに城を掌握するよう命じた。 ヨーク派のペンブルック博、ハーバートの軍に包囲され、およそ1ヶ月の包囲攻撃の後、要塞の小守備隊は1468年8月14日に降伏した。この包囲戦が、メン・オブ・ハーレフの歌に思いを吹き込んだと評されている。17世紀の新京都革命では、イングランド内戦が1642年に、チャールズ1世の国王派と議会派の間で勃発した。 ハーレフはどうやら1468年の包囲戦の後に修繕されておらず、地元の巡回裁判所に使用されたゲートハウスを除いて完全に荒廃していた。1644年、プリンスルパートは地元の国王派であるウィリアム・オーウェン大佐をジョー・マモルに任命し、オーウェンは防御設備の修復を任された。 1646年6月から議会派軍に包囲され、44人の守備隊がトマス・マイトン少将に降伏する1647年3月15日まで長い包囲が続いた。ハーレフ城は、その戦争で最後に陥落した本土の王の画城であり、その日が第一次内戦の終局とも言える。城はもはや北ウェールズの防衛のために必要ではなく、 国王派にこれ以上使われることのないよう、議会はその廃場、もしくは破壊を命じた。しかし、その命令は部分的に実施された,ただけで、ゲートハウスの階段が破壊されて、城は概ね使い物にならなくなったが、それが全体的に取り壊されたわけではなかった。城の石材は現地の町の住宅を建てるために再利用された。 1890から1900年頃のハーレフ城18世紀後半から19世紀にかけてハーレフの景観に富んだ遺構は、ジョン・コットマン、ヘンリー・ガスティノー、ポール・サンドビー、JMW ・ターナー、ジョン・バーリーなど、著名な芸術家が訪れるようになった。1914年に城はメリオネス・クラウンエステートからオフィス・オブ・アークスの管理に移されると、 第一次世界大戦の終結後に一大修復事業を開始した。1969年に城はウェルシュオフィスに次いでカデュエと移管され、観光の名所としての21世紀における歴史的資産を管理している。1986年、ハーレフは世界遺産、グイネズのエドワード一世の城郭と史壁の一部に認定されており、国際連合教育科学文化機関は、 ハーレフをヨーロッパにおける13世紀後半から14世紀初頭の軍事建築の最高の例の一つとみなしている。周辺道路の一つのフォルズ・ペンスレフは世界一急な坂として2019年にギネス世界記録に認定された。しかし、翌2020年測定基準を定めた再調査の結果、それまで10年余り記録を保持していた。 ニュージーランドのダニーデンにあるボールドウィンストリートが世界一に返り咲いている。ありがとうございます。